YouTube で私の推しメンタオルとか見ると本当に幸せな気持ちになります。ゆうかはいつもやることがかわいすぎる。耳たぶ柔らかいってよく言われるんやけど、福耳なんかな。きょんこさんは動くパワースポットのような存在で元気をもらえます。方には絶対に幸せになって帰っていただきたいんです。今自分が守るべき人はホノスだなって思いました。私人見知りなんよ。人見知りの癖なんとかしたいな。メイメイはマナといるときはしっかり者です。今日もたくさん笑って楽しい一日になりますように。ライブで私の推しメンタオルとか見ると本当に幸せな気持ちになります。